おしゃべりした内容なんですけど、これまで我々やってきたのは、まずクロスバディリードで2の直前にお力を与えて2を乗り越えさせる。1、2、3、5、6、7、1、2、3でクロスバディリードさせるっていうリードと、あとはオープンですね、6とか、もともとブレイクスルー6とか2のタイミングでカウンター のリードを与えて、重心の動きをコントロールする。2、3、6、7、2、3、6、7、2、3というリード。あとはコパのタイミング、コパのタイミングはブレイクから2歩目の音で、カウンターを出て3歩目の本来出てくる足を出さずに戻す。1、2、3、5、6、7、1、2、3、5、6、7、6に対して1で、あまりないんですけど9に対して5のといいます。で、これが、コパの切り替えのタイプになります。で、今日やったのは応用ですね。これまでやってきたの応用をやりました。で、まずクロスバディリードから1、2、3、5、6、ここまでノーテーション、セブンもどっちかというとノーテーションで、ここからセブンちょっと横にずれて、男性は距離を取ることでまず引く力を作って1、2を乗り換えさせます。1、2で、2踏む頃にはテンション的にはノーテーションです。で、そのまま3になる場合ノーテンションで、3の瞬間に軸を作るためにこうこっちにテンションを作ります。抵抗がかかるとこう渡って5、6、7という形になります。5、6、7、1、2、3、5、6、7で、5から、すみません、このまま続き5で手をチェンジして、そのまま男性オープン6で、ここからクンヤの尻に入ります。で、腰ですね、6、7、1、2、3、まずこれやりました。6、7、2、3ですね。で、同じ理由なんですけど、男性3の足を今は1、2、ここ踏んでるんですけど、2をこっちに踏んで、で、引き込みます。で、こっち踏むんですけど、すぐにこう回すんじゃなくて、どっちかというとまずまっすぐ出させて、まっすぐ出させて、で、自分のフレームと合わせて回転させるんです。で、5、肩を折って6という形になります。焦ってこうリードするっていうよりかは、こっち踏むんですけど、まっすぐ踏ませる。で、自分のフレームと一緒に回転させるんです。5、6、7、1、2、3、5、6、7、2、3、6、7、2、3、6、7、2、3、6、7、まっすぐ出して6で、ここから移動組み合ですね。5、6で、6、7にかけてこっちしっかりスラッシュしてください。女性が7の足で通り越えて1をこっちに踏めるように、このリードで6、7って引き込みます。で、下の手は6、7、お腹につけたまま1、2ですね。で、ここで再びキャッチします。で、男性も女性の動きに合わせてずっとこの位置取りで2まで一緒にこう動いていきます。あたかもこっちから始まって2で組み合わせたように、こっちから始まって1、2このポジションに行きます。で、ここでカウンターを当てて3、2から3にかけて逆回転をし始めて、こういう形になります。 OK、 5、6、7、1、2、3、5、6で、またすぐコパに入るのでオープンします。 OK、 で、コパに入るのでオープンして、で、1つ目はこの前やったコパだとまっすぐ引き込んで半身というやつだったんですが、回転運動も1で切り返してこっちに戻したいので、引き込むときも回すように引き込みます。で、腰を使います。6、1、あれ最初何したっけ、そうだ、腰までは次です。最初は6、7、1ですね。で、こっちの手を忘れないでください。こっちの手でコパのリードと引き返しをするので、こっちは、
背中を向けるまでが仕事なんですけど、あとはここでグイッといってこう戻すのがポチッって忘れないでください。で引き込んでニュートラルな形があってから、お互いにまだ勢いがあるので外側に行く力が今ギュッと今こう内側に戻るテンションになります。でこっちがメインリードですね。こっちの手はあの後からバランスを整えるだけ で僕今日やったのは上げてすくい上げる形、もしくはずっと上でも大丈夫です。6、7、1、2、3、5、6、7、いずれにせよこっちではあまり力使ってません。ほとんど下の手で1、2、3、5、6、下の手がメインリードになります。で2つ目、こっちで1、2、3、またオープンします。で次腰ですね、1です。これもニュートラルなポジションがあって今ギューッとこうなってます。でまあシンプルに言うとそのまま戻してでこう3ですくい上げるような形になるんですが、我々やったのが6、7、1、2、3、5、6という形になります。5、6、7、1、2、3、5、6、7。で、速い曲とかだと、ちょっとここでサポートして、こっちと一緒に使ってあげるんですね。こういう形で。5、6、7、1、2、3、5、6、7って使ってあげる。まあ、こういう形になります。OK。で、またすぐオープンになります。で、最後、クロスバディリードで、重心の向きは跳ね返さないけど、回転だけ1までこっち回しにしてたのを1で跳ね返して、こう、逆回転します。引き込んで、こういうですね、形にして、で、ギュッてこれ、戻しちゃうと重心戻っちゃうので、重心を戻さずに、どっちかというと、ここの場所も重心と一緒に移動させながら、かつ外にちょっとこう、やってます。で、そうすると、女性の足がこう過ぎるんで、あと勝手にこう回ってきます。5、6、7、1、2、3、5、6、7。今、下の手はついていくだけなんですけど、ここで男性またスタイリング入れて、6、7、1、2、3、5、6。で、ここで女性ライン当ててください。女性リオのライン。で、6でカウント当てます。6、7、1。で、まっすぐ押し出す。で、ここで引っかかって回り始める。で、ちょっとここで足し算したいイメージです。Thank you.